ピーハロウィーン。今日はハロウィン仕様ということで、オリジナル黒猫くんの仮装をしております。ハロウィンに何かやってみたい仮装はありますか？私は何年か前から黒猫をやろうと思って、ようやくできました。いつもみたいにコスプレをするのも好きなんですけど、何かオリジナルの仮装をするのも好きなので、ハロウィンの時期はやっぱりテンション上がります。そして今日はこのオリジナル黒猫くんのメイクをご紹介していこうと思います。はい、では行ってみよう。まずはカラコンと BB クリームをつけます。次にアイシャドウベースを塗っていきます。ほんのちょっとだけ手に取ってなじませていきます。これをすることでアイシャドウの発色とか持ちが良くなります。次はナチュラルめなアイシャドウで影をざっくりと入れていきます。輪郭と鼻筋に影を入れて立体的な感じを出します。次はテーピングですね。はい、適当な長さにカットして、頬の肉をぐいっと上に上げて固定します。こんな感じ。はい、ちょっとまさかの取れてなかったという、すいません。ここからもう片方の目を描いていきます。今回猫の仮装なので、ちょっと猫目というか釣り目の猫っぽいイメージをちょっとイメージして描いております。はい、このアイライナーはかなりくっきりと色が出るのでめちゃくちゃお気に入りです。だいたいこんな感じで、あと下まつげですね。下まつげもちょっとアイライナーで描いちゃいます。束感があるようにして描くとリアルまつげみたいでいいかもしれないです。で、つけまつげ、こちらはダイソーのつけまつげを半分に切ったもので、半分なんかちょっと短く切ったもので、それをつけていきます。断層の時はいつもこの短つけまつげを使っております。ちょっと目の形が左右で違うので、つけまつげつけてもなんかアンバランスになっちゃうんですけど、まあどうにかします。あと、のりがはみ出たところをこれはライナーで塗ってますね。こんな感じで、次黒のシャドウで眉毛を描いていきます。眉毛は最初困り眉にしようと思って、今がっつり困り眉で描いてるんですけど、後でちょっと気が変わって釣り眉毛にしました。まあしばらく困り眉のターンが続きます。眉毛は今まではライナーでくっきり描いてることが多かったんですけど、最近はシャドウでちょっとぼかし気味に描くのにハマってます。はい、でまたちょっとナチュラルめのシャドウのちょっと濃い茶色で涙袋を描いてます。こんな感じで適当に涙袋を入れてます。次は赤いアイライナーでダブルラインを描いていこうと思います。ちょうど眉毛と目の真ん中あたりにバランスよく配置します。はい、で次茶色で上から描いていきます。ナチュラルメイクだったら赤だけとかにする時もあるんですけど、今回は結構がっつり VK メイクぐらいがっつりしようと思ってるので、茶色で上から描いてぼかしております。こんな感じでございます。はい、次もナチュラルめなシャドウの茶色でシャドウを入れていきます。目尻の方からうっすらと入れていきます。基本的に目尻を濃く入れるイメージです。で、カラフルなアイシャドウの赤色で涙袋のところに塗っていきます。もうでも涙袋っていうよりちょっとクマみたいな感じでがっつり入れちゃおうかなと思います。今回はハロウィンメイクなので、クマっぽいちょっと不健康な感じのやつを入れていこうと決心した時の顔ですね。次は上にシャドウを入れていきます。また目尻から紫色を入れていきます。目尻の方が濃くなるように入れております。はい、
そして黒を上から重ねていきます。黒も目尻を濃くして入れております。グラデーションになるように入れるのがコツですね。はい、こんな感じでハロウィンっぽく仕上げていきます。あとはダブルラインのところにも黒をちょっと入れて影を強めていったり、下の涙袋のとこもですね、黒を足して赤黒い不健康なイメージを出します。次はキラキラのアイシャドウを使ってちょっと、まぶたにきらめきを足します。次はナチュラルめなシャドウで鼻筋に影を入れていきます。あんまり濃く入れすぎないようにするのがコツです。これ茶色で最初入れてたんですけど、ピンクっぽい方がなんか馴染むかなと思って、メイクとちょっとピンクに変更しております。馴染ませて、はい、こんな感じでしょうか。で、濃い色で鼻の下に黒いのを入れてちょっと猫の鼻感を出したくて黒っぽくしてみました。次はコンシーラーで眉毛の元々の眉毛の影を消していきます。ポンポンポンとのせて、あと涙袋の下もくっきりさせたいのでちょっとくすみを消しております。はい、伸ばします。はい、こんな感じで、コスコスさんの白いファンデーション、ちょっと白すぎてめっちゃびっくりしてるんですけど、白ファンデーションをガーッと塗って血色をまたなくしていこうと思います。はい、かなり白い、こんな感じで、次ハイライトですね。ちょっとキラキラっとするハイライトで、ね、要所要所にハイライトを入れていきます。眉毛の線を隠すためにもハイライトが結構活躍してくれます。顎とか立体感を出したいところに塗っております。で、最後にリップメイクですね。唇の色を消してリップを全体的に塗っていきます。今回黒リップが欲しかったんですけど、黒リップがちょっと手に入らなくって、赤黒めのリップに上からシャドウで縁取っております。ちょっとグラデー感を出して赤黒系のリップを再現してみようという試みでございます。あんまりシャドウを口に塗るのは良くないかもしれないんですけど、はい、こんな感じで縁取りだけ黒にしております。上唇にちょっと濃いめに黒を塗って、下唇とくっつけたらちょうどいい感じに赤黒くなりました。で、次はハイライトですね。唇の上とか、あとこの目頭のところに白でハイライトを入れてまた立体感を出していきます。はい、こんな感じでいいのではないでしょうか。あとですね、ちょっとハロウィン感を出すために傷跡メイクっぽいのをしてみたというか、これは本当は口紅がピヤってなってしまったのをごまかすためにやりました。はい、だいたい完成ですと思わせて、やっぱりちょっと眉毛が気に入らなかったので、ここからやり直しタイムに入っております。一旦眉毛消して描き直しております。なんかね、 V 系っぽい感じの細くてキリッとした眉毛に変えました。ちょっとイメージが違ったので、なんかこうやって結構がっつりやり直したりしてることもよくあります。もう無計画なんで結構行き当たりばったりでございます、いつも。はい、できました。これで完成。横髪をセットするためにこのノリでまたくっつけてますね。こんな感じでございます。いかがでしょうか。はい、黒猫くんで耳も自作しました。メイクはちょっとハロウィン感というか、ダークでゴスで V 系な感じでございます。ちょっとうちの黒猫ちゃんが乱入しておりますね、これ。はい、いかがですか。お気に入りは赤黒リップですかね。思ったより雰囲気が出てお気に入りです。イエイ。あとは猫ちゃんっていう設定なんで、猫目アイライン、猫目ちょっと釣り目にしたりとか、口ピアスでちょっと牙みたいな
実家がまあキッてやられた後みたいな感じ出してみました。カラコンも黒猫だったらやっぱり黄色の目が似合うんじゃないかなと思って、うん、黄色です。ぜひぜひハロウィンメイクの参考になったら嬉しいです。ではハロウィン楽しみましょう。ハッピーハロウィンでした。来年の